皆さんこんにちは。今回はですね、新人賞九段と楊貞真九段の LG 杯決勝第1局のハイライトをお伝えしたいと思います。では初手から見ていきたいと思います。楊九段の黒番です。まあタスキの布石ですね。二間にしまってかかりました。でまあここ、まあこの位置はですね、まあ常にこの二間に対してはいい位置ですね。はい、早い段階でも結構有効であることが多いみたいです。まあちなみにあと楊九段なんですけれども、楊九段はまあ中国では最年少で初段な入段してますね。10歳の時に入段してますね。でまあ、2019年に LG 杯を優勝していますけれども、まあ、天才棋士なんですけれどもね。で、まあ、最近、まあ、そうですね、結構ね、中央志向なところがありますね。手厚い棋風っていう感じがします。はい。新人賞九段は、まあ、言わずと知れたね、まあ、世界最強棋士なんですけれども、現在ね。はい。で、まあ、かかりましたね、黒ね。で一手飛んで、でまあここまあ急所の位置ですね。でまして、まあコスミつけて挟んで、まあ大ゲイまで飛びましたね。はい、こういう飛び方で、ね、なかなかうまいですよね。これ切れないですからね。ちなみにね、これこういう風やっぱり飛び方ができるのがやっぱりそのやっぱり楊九段、これまあ全部読みがその伴っていないといけないんですけれども、こういうところがまあすごいですね。はい。なかなか真似できないですね、こういう打ち方は。で、まあこうつけまして、まあここで、まあ割り込みましたね。まあ割り込みがこれは本手みたいです。で、こう、ついで、まあ一見、まあ、飛んで覗いて、出て、で、押さえて、で、当たり打って、これはまあ、ポン抜かせるわけにはいけませんので、こう打ちまして、継ぎまして、で、かけ継ぎましたね。で、ここで切りました。で、ここで、まあ、三々打ちましたね。で、まあ、当たり打って、継いで、まあ、これ、つけたんですけれども、ちょっとここでね、ここにつけたのが、やや問題だったみたいですね。まあ、まあ、この後ね、こう言って、まあ、これ後手でここを、要するに、まあ、これそのままだったら、この渡ってしまうので、ですから、これやっぱり渡りをね、防がないといけないんですけれども、後手になってしまったんですよね。で、ここがちょっと問題でしたね。ですから、ここでは、こう、つけるよりも、若干これ字では損みたいなんですけれども、まあ、こういうふうに打って、まあ、こう、取ったときに、まあ、こんな感じで、まあ、その、制しておくとかね、この石をね。まあ、そういうふうにしてれば、まあ、白もそんな悪くはなかったんですけれども、はい。まあ、ちなみにこれ、出ることはできませんからね。これ、出ることはできませんよ。これ、こうじゃなくて、ここにまず当たり、一発打たれますので、で、こういって。これは先手になりますので、これ出ることはできないです。まあそうだったんですけれどもね。まあこう言って、こうやってね。で、結局動かれましてね、ここを黒に。こう打って伸びて、一間飛んで、でまあ、抜いて。これは先手ですね。はい。出て、まあ切って。伸びて、これ伸びた手は、まあどっちみち取られるんですけれども、ずっと伸びていっても。まあ後で効かそうということですね。まあただ、はい。そういうことです。で、ここで行きました。で、黒も、まあ出てね、これ生きないといけないので、黒もね。で、これで行きましたね、黒もね。はい。まあ現在の形勢なんですけれども、現在は黒がやや打ちやすいですね、やはり。まあ勝率 60% ぐらいですか。まあ一目ほど有利で、今は黒が優勢、ちょっと打ちやすい形になってます。
それでまあ1件飛んで、ここで覗いて、で連絡しまして、まあ白もね、あ、黒も白もこれ分断されるとこの石危ないですから、まあ渡っていきましたね。でまあかかって、まあここで2件開きましたね。はい、そこでここにつけましたね。でまあこうつけた手の意味なんですけれども、まあそうですね、まあつけた手はですね、おそらくまあ、まあ本手はこう下跳ねるんですけれども、でまあこういうふうに打ってね、まあこういうふうになって、こういって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 、まあこういう主張ですね、これ、こういう、まあこういう手を打ちたいわけなんですけれども、白はね。ただこれは主張になってしまうので、黒は、はい、まあそれが白からすれば問題なんですよね。ですのでここでですね、白はこう伸びましたね。はい、もうこの伸びた時点っていうのは、この寄せ的にはちょっと損なんですよね。実際ここにつける手がありったもんですから、まあ損なんですけれども、まあ主張で取られるわけにはいけないので、でこういって、でここに跳ねました。だこれどういうことかって言ったら、ここでこう跳ねた時に、まあ、先ほどみたいにね、こういう風になった時に、まあこう主張で取ろうとした時に、まあ、こういうのがね、これ貫かれたらダメですから、でこういう風にいって、こういう風にね、まあこういう風にいった時に、今度逃げたら今度は主張にならないということですね。はい、そういう意味でした、この石は。まあ、なので楊九段もここではもう素直に三々に入りましたね。でまあここではこっちから押さえましたね。はい、まあこっちから押さえる手もあるんですけれども、まあ例えばこっちから押さえても、まあまあ、ここでなんか別な手を打ったりしたら、まあ、こういう手がね、まあ、結構先手とかになるんですよね。はい。で、結局このつけた手がそんなに悪手じゃないということですね。で、結局ここもね、こういう感じでいかれたら、結局こっちもなくなりますので、結局、ダメを打ったことになりますので、そこでまあ、こっちから押さえましたね。まあ、致し方ないところです。で、まあ、下がりまして、で、受けました。で、ここでつけましたね。で、下がって。で、まあ、一件飛びましたね。で、ここで、まあ、打ち込んできましたけれども、まあ、ここでね、下がりまして、割り込んで、下から当てましたね。かけついで、当たり打ってついで、当たり打って、まあ、これ、隅は行きましたね、黒ね。で、一件飛んだんですけれども、ここで。で、これで伸びましたね、さらに。で、まあ、ここで一件飛びました。で、まあ、こう、覗いて、ここは、連絡しましたね、こすんで。で、ここで、白は、これ分断しに行きましたね。うん。この石とこの石を。で、まあ、そこでね、まあ、これは先手ですね。はい。で、ここまで打って、まあ、これは、どういう意味かって言ったらですね、まあ、この後にですね、まあ、例えば、ここでですね、まあ、こういう手を打ったりすると、まあ、そうですね、まあ、こういうところをね、後でね、つけられる可能性があるんですよね。で、これをね、こういうふうに打つのはもう、これはもう黒めちゃくちゃ気持ちいいですから、こういうのはね。で、これが嫌なので、それでですね、まあ、それを防ぐためにですね、まあ、こうやってね、打って、で、まあ、こっち打ちましたね。で、今度は、ここにこういうふうに打ったらですね、今度はですね、もうこれで頑張っちゃおうということですね。でこういってこう出ても、まあこういった時にね、これさすがに今度ここ貫かれたらこれまずいですので、今度はね。それで、
まあそこでまあこういうふうに打ったわけですね。はいはい。そのためのまあこれ打っまあ手でしたね、この手はね。でこういうふうに打った時に今度はこっちのこういってね、こういった時にまあこれはですね、まあこういかれたらこれ困る、これはもう困るだろうということですね。はい、これ取られてますので、はい、まあ、そういうことでした。そういうね、なんか深いね、なんか読みがありましたね。でそこでまあまあ、こすんで、まあこれでまあなんとなくね連絡してる感じですか。はい。でここでまあつけたんですけれども一見ね。さあこの時にですね、これ割り込んだ手がねちょっとねミスでした。はい。で何がミスかって言ったらですね、まあその前にここの手の本手はですね、やっぱりここにねまあつけておいて、まあ渡るのが本手だったみたいです。それでまあこれがなんでミスかって言ったらですね、この時にですね、まあ手順ここ伸びた時、この時がねちょっと困ってくるんですよね。でこの時にこの手があるもんですから、まあ例えばね、まあ、本当はこういうふうに受けたいんですけれども、こういうふうに受けたら、まあ、これこういうふうにね割り込まれてしまうんですよね。でまあこういうふうにいって、まあ、抜いた時にね、まあ、こう打つんですけども、下からまあこれ継がれて、これでですね、この手がなかったら、まあこういうふうにいったら、まあ、止まってるんですけれども、この手がありますので、なので、これが取られてしまうんですよね。この伸びが、曲がりが来てますので。で、これが問題だったんです。で、こういうふうに受けれないということですね、現在では。それがちょっと問題だったみたいです。ですから、この割り込んだ手があんまり良くなかったっていうことですね。ですから、まあ、苦肉の策で結局、まあ、こういうふうに言って、これは、もう捨てましたね。結局。捨てました。受けられない。で、ちなみにね、まあ、受ける手としては、こういうふうに跳ねる手はあるんですけれども、まあ、跳ねる手はあります。こう言って、こう言ってね、こう言って、まあ、こう言ってね、こういうふうに、まあ、守った時にですね、この時に、まあ、こういうふうに打たないといけないんですけれども、この時に、まあ、なんか、こういうふうに打たれると、抑えられないんですね、これ。ここ。で、こうやるともう、これで、一目取られてしまいますので、まあ、こういうのがありましたので、それで新人九段は、新九段は結局、まあ、まあ、この3目をね、献上しましたね。で、まあ、つけてこの3目が取られました。で、まあ、この時点の形勢なんですけれども、もうかなり、楊九段が、もう勝率今 85% ぐらいまでいってますね。試合でも4目半ぐらいリードですか。大優勢なんですけれども。で、まあ、この後にね、まあ、こういうふうに打ちまして、やっぱりこっちとね、こっちをね、分断しないといけないので、白は。ちょっと試合で負けてますから、こう打ってつけて、一応切ってね、まあ、分断しに行きましたね、白は。黒はまあここに打ちましてね、はい。でまあこれはしょうがないですね、これ取らないとこれいきませんので、で曲がりまして、まあこの石はね、まあほぼ連絡したっていうことなんですけれどもね。でまあこの石をね、白はね取りに行かないといけないんですけれども、結局ね、まあ取りに行ってるんですけれども、で、まあ、これはもう抜かないといけないです。まあこれは先手ですね、はい。で、こすんで、で、ここで、まあ、で、ここで抜きましたね。はい。それで、まあ、こう出てね、黒は。で、黒はまたこの、出て、これで、まあ、一応白は連絡してる感じなんですけれども、まあ、ここで切りましてね、まあ、こういうところの、打ち回しが非常にうまいですね。その、
普段は。で、これ伸びるしかないんですけれども、ここで出てね。これでね、ものすごいね、ダメ詰まりになってるんですよね。まあ、これはまあ、この出を防いでますね。で、ここで、まあ、これ継がないといけないんですけれども、白はね、これ取られないためには。なんですけれども、もう、結局そうなったら、もうこれ、生きてしまうので、そこでですね、まあ、この、毒子をね、献上しましてですね、で、こういうふうに分断していきましたね。はい。で、現在は、そうです。もう、ヨーク弾がほぼね、96% ぐらいいってますかね。はい。勝率が。10目近くね、地合いの差はあります。で、まあ、ここ打ちまして、で、あくまでもね、まあ、取りに行ってるんですけども、白は。抜いて、継いで、まあ、分断しに行きましたけれども、繋がってね。で、まあ、こう打ちまして、伸びて、で、ここでコスミつけましたね。で、跳ね継ぎまして、出たときに、まあ、ここもちょっと痛いんですよね。こういかないといけませんので、これも痛かったですね。で、下がって、ついで、抜いて、ついで、まあ、この時点なんですけれども、この時点ではですね、もう今 99% ですね、黒が。まあ、6目半ぐらいには縮まってはいるんですけれども、もう打つところがだんだんなくなってきてますので、はい。99% でした、今。まあ、そこでですね、まあ、ここでですね、ここに行ってれば白がね、あ、黒がね、まあ、この一子をこういうふうに取っていれば、これで 99% だったんですけれども、まあ、ここでですね、まあ、まあ、これ行きまして、取って、で、駆け継いだんですよね、ここをね。で、ここでですね、新人の九段はずっとちょっと狙ってた手があったんですけれども、で、ちょうどね、この、まあ、その狙いというか、まあ、その揺さぶりですか。そういう手をね、ずっと用意してたみたいなんですけれども、で、それをね、ちょうどね、相手がね、秒読みになった時にね、まあ、仕掛けたんですよね。まあ、その手がね、まあ、この手なんですけれども、で、この手はですね、まあ、なかなかちょっと受け方がちょっと難しくて、頑張りすぎるとこれは潰れるんですよね、黒が。ですから、ここではですね、実はですね、黒は、まあ、この一目を取っていれば、これはもう何の問題もなかったです。この一目取って、まあ、これ捨ててれ、これ捨ててれば、これ後手ですから、取るのはね。後手ですから、はい。で、まあ、こういうとこ守っていれば、これで、まあ、4目ぐらい勝ってたみたいなんですけれども、で、これなかなか気がつきにくいですよね。しかし、ここでですね、まあ、ちょっと秒読みだっていうのもあって、時間がなかったんですよね。秒読みは、5回あるんですけど、あるんですけれども、40秒なんですよね。それで、ま、こっちをついて頑張ったんですけれども、そこで、ま、こう出ました。若干ね、怪しくなってきてるんですよね、ここで。まあ、もちろんその、地合いの差はね、そんなにさっきと変わらないんですけれども、まあ、しかしね、その、パーセンテージがちょっと変わってきてますし、また揺れ動いてるんですよね。複雑になってるんですよね。で、ここでですね、ヨーク弾が、こっちを継いだのがね、ちょっとミスだったみたいですね。ここでは、ヨーク弾はこっちに打っていれば、これも何の問題もなかったです。これも何の問題もなく、これで勝ってたんですけれども。いやー、しかしですね。やっぱり、秒読みの恐怖ですよね。やっぱり秒読みではよく事件が発生するんですけれども。こっちを継ぎましてね。で、まあ、これは先手ですね。はい。で、ここ。まあ、当たり打ちまして、ここで、このこすんだ手がね、実はね、失
着だったんですよね、これ。まあ、実はここでもね、まあ、こういうふうに言ってれば、そこでまあ、こういうふうに言ってれば、これはですね、ちょっと、手が発生してたんですよね。これは、こういうふうに言ってたら、まあ、ここは当たり打たないといけないんですけど、これ出られてね。これは手が発生してましたね。飛ぶんですけれども、まあ、こう行かれて、まあ、こう竹振り行った時に、ここにこう行かれてね。これで手が発生してましたね。はい。こうでしたらね。しかし、まあ、新速段もまあ間違えましたね、ここでね。で、ここでこう打って、まあ、ここに、まあ、当て込んで、で、伸びましたね。で、伸びたときに、これ切りましたね。で、切った手は、そうですね、まあ、実際はですね、この手が一番、まあ、最善手だったんですけれども、黒のね。ただ、難しいんですよ、この手は。その最善手を探すのが。だから、単にね、こういうふうに、まあ、ついでいたら、これでもまあ黒は何の問題もなかったんですけれども、しかし楊九段はまあやっぱり時間もなかったせいかこっち、まあ、切ったんですけれども、でここでね新速段もこう来まして、でこれ切りましたんで、この手ここでなんですけれども、この手は実はさっきも言ったように最善手なんですけれども、ただその次の手が難しいんですよね。で次にここに行かないといけなかったんです。ここに行ってたら、この石が生還できないんですよね。で、ここでですね、こういうふうに行きたいんですけれども、ここでね、手が伸びないんですよね。当たり打って、こう行って、これがね、生還できないんですよ。こう行かれて。この石が逃げられないんですよね。そういうことだったんですけれども。で、ですからまあ、ここがね、妙手だったんですけれども、これはなかなか人間がね、見つけることは難しいですね。こんな空き三角がいいはずないですから、まあ、囲碁のね、そういう格言とかそういうのを見ても、こんな空き三、まあ、格言とかか、そういうことからして、こんなね、空き三角がいいわけがないんですよね。ですからまあ、こういうところは気がつきにくいんですよね。まあこれがまあダメを詰めないといけなかったということですね。しかしここでですね、まあここに打ちましたので、これでね変わっちゃったんですよ。これでね形勢がね一気に白に傾いて、白が勝勢になりました。まあこれは何かって言ったらですね、まあその、まあここでね、まあダメを詰めたいんですけど、まずはね、まずはここではこっちをね切りましたね。はい、これを切りました。で、こっちの、まあ本当はこういうふうに放り込みたいんですけれども、当たりになるので、まずはこれを、そうですね。で、まあここでダメを詰めたいんですけれども、この石はまあ3手なんですよね。1、2、3。ですからまあ本当一応ダメを詰めたいんですけども、こういうふうにやって、こういってね、こういうふうに、まあダメを詰めたいんですけれども、この時当たりになっちゃうじゃないですか。で、これでダメなんですよね。ですからここでですね、まずは、まあ、これを切ってね。まあ、ここでね、こういうふうに、これは、これで、これ全部取られますので、これはダメですから。ですから、ここでこういって、抜いて。で、これ黒もこれ抜くしかないですね。で、これを打っておいて、そこで、放り込みましたね。これでですね、攻め合いが勝ってるんですよね。この石と、この石の攻め合いが。ですからもうここでもう大逆転したわけですね、白が。もう逆にですね。で、黒がここに来て一目抜いて。この時点ではもう逆にね、白がね、勝率 99%、99% になっちゃいました。はい。重爆有利で。はい。大逆転しましたね。で、まあこれでまあ、結局まあこう継ぐんですけれども、まあこの後はね、まあその、もうダメですね、黒はね。はい。もうこれ大石は大石取られましたので、まあ打ってますけれども、で、ここをまあ行って、まあちょっと打ってますけれども、白もこっちをダメ伸ばしまして、まあダメ伸ばしたちがこれ先手ですね、これ切られますので。
で、これつけてね。で、まあちょっと、まあここ打って、遮ってね、ついだんですけれども、これ打って、抜いて、で、これも取っちゃいましたね。はい。で、まあいろいろやるんですけど、で、ここでですね、投了しましたね。はい、以上です。